茨城県水戸市周辺の鉄道は1889年明治22年1月16日に小山と水戸の間を結んだ初代水戸鉄道が始まりです。1930年代から1950年代にかけての頃、この辺りで鉄道が最も充実していた時代でした。
1960年代になると車を持つ人が増えたために、都市部の路面電車はダイヤ通りに走ることが難しくなり、また近郊の鉄道路線は輸送量が減少するなどで少しずつ廃止へと追いやられてゆきました。2011年、平成23年3月11日、東日本大震災が発生。この図のすべての路線が不通となりました。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。